クミコスですコンテのパステルペンシルを使ってみたよソフトパステルより固めなので筆圧を加えても大丈夫な感じです書き味もカシカシしているのですごく気持ちいいです今日の5分クロッキー人差し指が一番遠いところにある遠近法を意識したポーズにしました音も消していないので書いてる音聞いてね 手の柔らかさや温かさを紙に伝えるにはパステルペンシルはちょうどいい画材なんじゃないかなって感じますデッサンの基本はね鉛筆になるんですけれどもいろいろ画材を変えてね描くことで飽きないし楽しいですよね今日はこれ使おう、明日はこれ使おうって感じでねいろんな画材を使ってトライするのもいいと思いますよパステルペンシルの5分クロッキみんなもやってみてね